ロシアの四大マフィアの末路。1、ロシア特有の犯罪文化とは、それぞれの国には、それぞれの文化があり、それは犯罪についても当てはまります。今回は、ロシアで、絶大な力を誇った、4人のマフィアに焦点を当てましょう。新世代のマフィアが現れる前は、規律が大切とされていました。そのようなマフィアが、尊敬に値するとされていた時代があったのです。ロシア犯罪界のカースト上位に位置する犯罪者たちは、ボール・ブ・ザ・コーネ、つまり、規律ある泥棒という称号を得て仲間内からリスペクトされ、その権威を守ったのでした。厳格な規律のその内訳は、警察当局等と、決して、連携や協力をしないこと。実際にはそれは建前で、その規律を守ることはほとんどなかったのですが、少なくとも厳格な規律に従うふりをしなければ、犯罪エリートになるのは不可能でした。しかし、新世代のマフィアたちは、厳格な規律をせせら笑い、自らの地位を築くことになります。特に、ソ連が崩壊後に訪れた混乱の中で、厳格な規律を守る大物マフィアに挑む者が多く現れました。それでは、新旧のマフィアについて、それぞれ見ていくことにしましょう。2、1970年代に、企業恐喝の走りとして活動したマフィア、ヤポンチクというあだ名を持ったマフィア、バチェスラフ・イワンコフは、規律ある泥棒と呼ばれた時代の大物です。ヤポンチクとは、チビの日本人という意味で、なぜ、そのあだ名がついたのか、由来はわかりません。1940年生まれの彼は、企業恐喝を始めた最初のマフィアの中の一人でした。大成功を収め、彼の権威は、ロシアのマフィアたちの間で、絶大なものになりました。オブシチャク、犯罪者たちの共同基金という意味となりますが、それを管理できるのは、大物中の大物のみ。そのオブシチャクを管理していたことから、ヤポンチクへの犯罪者たちからの信頼が凄まじく厚かったことがわかります。当然ながら、地方当局も黙って、彼の悪行を感化するわけもなく、1980年代の大半を、ヤポンチクは、塀の中で生活することに。ようやく釈放されたのは、ソ連が崩壊した1991年のことでした。釈放後は、スラブ系とカフカス系のマフィア抗争に参加したりしましたが、結局自身の勢力を巻き返すため、1年後にアメリカに渡ります。しかしながら、ソ連時代に、かなりの悪行を働いたヤポンチクをアメリカは歓迎せず、1995年に彼を投獄しました。ヤポンチクは、後に自分を徹底的にマークし、ありとあらゆることで逮捕をもくろんだアメリカに対して、不満をぶちまけました。アメリカ側からすれば、当然といえば、当然だと思いますが、9年間の投獄生活を経て、2004年に出所した後、ロシアに戻り、大物マフィアの破産と合流しますが、2009年に、モスクワ中心部で、スナイパーに狙撃され、そのキャリアを終えました。あまりに唐突のあっけない終焉でした。3、モスクワ犯罪界の CEO と呼ばれたマフィア。次は、新世代のマフィアと呼ばれた、セルゲイ・ティモフェーエフについて、いろいろと見ていくことにしましょう。彼は、シルベスターというあだ名を持ち、それは、映画、ロッキーとランボーに由来しているそうです。シルベスター・スタローンの代表作で、攻撃的な作品ですよね。1955年生まれの彼は、ロシア犯罪における、伝統的な規律を気にしないマフィアでした。つまり、ある意味、ロシアにおける、犯罪史を塗り替えたと言ってもいいでしょう。元はトラクターの運転手でしたが、抜群に頭が切れ、自らの犯罪集団を築くことになりました。ロシアの首都であるモスクワの南部、オレホボ地区を拠点とし、その地区で最も強い影響力を有していました。最盛期の1990年代初期には、オレホボ地区の30以上の銀行、そして市場を全て自らの手の内に置き、彼の総資産は数十億ルーブルに達したとか。モスクワの犯罪界の CEO という最上の称号を得ていたティモフェエフは、過去に猛威を振るった、規律ある泥棒たちを滋賀にもかけず、勢力を拡大しました。ティモフェエフが抱えていた兵隊は、極めて残忍で暴力的であり、子供にさえ拷問をし、殺害するといった冷酷さを持ち合わせていました。彼が、規律など、全く気にしていなかったため、それが部下にも伝染したと考えられます。しかしながら、ロシアの犯罪の伝統を守らず、好き放題やっていた彼には、当然ながら、かなりの敵対勢力が存在しました。そのため、1994年9月13日に彼が乗車していたベンツが爆破された際、一体、どの勢力によって実行されたのか、はっきりとはしていません。一説によれば、これは偽装工作で、金を持って国外へ逃亡したという噂も。何はともあれ、
彼は現在死亡した、そういうことになっています。4. 犯罪界の真のゲームチェンジャーだったマフィア。グルジア出身のクルド人で、1937年生まれのアスラン・ウソヤン、通称ハサンジーさんは、規律ある泥棒の世代にあたるマフィアです。しかし、当時の規律ある泥棒と呼ばれた犯罪者からの評判はよくありませんでした。その理由は、規律に従わず、奔放に振る舞い、自分勝手な動きが目立ったからです。当然、規律ある泥棒たちから敵対勢力とみなされますが、彼は残虐さで、相対する敵たちを打ちのめしていきました。例としてある兄弟が支配していたビジネスを簒奪するため、150人を殺害した、という記録もあるほどです。とにかく目的を達成するためには、どんなことでもやるという姿勢がうかがえます。ハサンは、頭が切れ、敵同士で潰し合わせ、分断統治を成功させ、犯罪界を支配しました。ロシア犯罪の専門家は、2000年代後半から2010年代初期にかけては、ハサンが犯罪界を牛耳っていたと述べています。高齢ながら引退する気はさらさらなかったハサンは、ヤポンチクと同じくスナイプされ、2013年に突然この世から去ったのです。5. 敵対有力勢力2人を暗殺した疑いのあるマフィア。ヤポンチク、ハサンという大マフィアをあの世へ送った人物は特定されていません。ですが、この人物が容疑者では?という推測はなされています。その人物とは、グルジア出身のタリエル・オニアニ、通称タロ。あるロシアのサイトによれば、1990年代、タロがハサンと共に、スペインでのマネーロンダリングビジネスのため、協力した事実があるとのこと。ビジネスは成功し、ロシア以外の犯罪組織も、資金洗浄のために使用しています。ですが、2005年、スペイン当局が摘発し、タロは、ロシアへと帰国することに。その後、ロシア内で、ハサンとヤポンチクと利害で衝突することになります。最終的に勝利したのはハサンで、しかもタロは、2009年のゆすりと誘拐の事件で、懲役10年を宣告されました。逮捕時には、ハサンと同等の権力を有していた、と言われており、そのためか、ハサンとヤポンチクは、服役中のタロを失墜させるため、タロは尻軽女というメッセージの手紙を、さまざまな、規律ある泥棒に送りつけます。しかし、ハサンとヤポンチクは、この世を去り、タロのみが生き残ったわけです。6. まとめ。2019年4月9日に釈放されたタロは、すぐに再逮捕され、2019年10月23日、スペインに追放されました。ですが、新世代の台頭もあるため、マフィアの存在が消えることはないでしょう。